特に第1局と第3局は苦しい時間が長く、4連勝というのは実力以上の結果だったのかと感じています。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは藤井王将、そして佐藤会長、お二人で恐れ入りますがカメラに向かって贈位状を。渡辺王将との七番勝負では中盤の対局間において上回られたと感じる場面が多くありました。特に第1局と第3局は苦しい時間が長く、4連勝というのは実力以上の結果だったのかと感じています。今シリーズで感じた課題を来期には修正できるよう精進してまいりたいと思います。王将戦の一夜明けの会見でですね、藤井王将は森林限界の手前という言葉を現在地を表現するのに選びました。森林限界の手前からはどういう山が見えているのか、頂上がはっきりなんとか見えるような段階ではそうですね、まあ、ないかなと思っているんですけど、まあそうですね、今後なんとかまあ強くなることでなんとかまあ少しずつまあ上に登っていって視界が開けてくるというところもあると思うので、まあ、それを、はい、目指してそうですね、取り組んでいきたいというふうに、はい、思っています。